こんにちは。じゃあ、まああれっすね。天気が悪い時はリザーバーに限りますね。ちょっといますね。どこも減水でですね、うん、クリークも川も減水。全部だってひどいところさ、もう水抜かれてたもん、うん、あのいつも釣ってる野池11月に抜くって言ってたけど、ついに抜かれたね。やばい、うん、でまあ他の川とかクリークとか行くけど、1m、ひどいところで1メーターぐらい減水。川あそこでも1メーターぐらいじゃない、いつも行く川。そうね、うん、まあ、50センチから1メーターぐらい減水してて、で寒くなってるし、寒いのは関係ないか、まあ、濁りがどこでもすごいんだ。減水のせいなの、あれは。とにかく減水のせいで、あと今雨降ってます。はい、雨の時だいたいクソ濁るやん、どこでも。うん、まあね。で雨って入ってきた。雨で濁らないといえばここリザーバー、いつもの。だいたいここ来るときさ、雨降ってんだよね。雨降ってるか雨の次の日、雨降ってるか雨の次の日はもうここに来るしかないって感じだから、まあ雨でに雨の時はとにかくここに逃げてくるってことで、まあ釣れたらいいなと。いや他の地元も比べれば水が全然いいから、めっちゃ綺麗でさ、今週も結局月から木まで釣れてない。今週毎日4時間しました、朝夕、はい、合わせて毎日4時間してまた結局釣れてない。多分地元のその減水だ濁りだのせいだと思うので、まあリザーバー減水もしてなくて水もきれい、雨降った後なのに。ってことでまあここもやってみましょう。はい、行くぞ。お、1箇所目ついたわけですが、早速40ぐらいのが5匹ぐらい浮いてるから、ちょっとカメラを持ってきましたよ。あれバスじゃないのか。Non, il y a de l'herbe. バスじゃなかった。 Non, il y a de l'herbe. 宗男くん、うん、見間違い。重りだけで釣れそう。送った。あ、よし。うん、送ったよ。ほら。うん。はい、シンカーだけで釣れますと。小バッチー。よし、振った、バレた。これ巻きがいいかもしれん。おい、見えバス狙おうと思って巻き取り寄ったらそれに食いついてきた。ちっちゃいけど33ぐらいはタバコ吸いすぎて言われるよ。ナイスボース。おぞーす、すごい。すいませんね、俺肝心な時いつもタバコ吸ってるわしかもさ、宗男くん他のとこで頑張っててさ、俺が見つけた場所を俺何回も投げたとこなのにさ、一投目で釣り上がった釣れた、ね、そこ俺何回も投げたけどね。色かな、やっぱ色、うん、
俺結構ゆっくりだったけど、どんくらいやった？うん、ゆっくり。なんで？まあまあナイスバス。渋い時に、まあ貴重なんではないでしょうか。ね。なんとか一歩。くっそ、俺も頑張る。ナイスフィッシュ。宗男君的には今回どんな狙いですか？スピナーベイト。なんだろう。ま、今ちょうどこの天気なんで。うん、魚なんとなくこう上ずってるか、まあ動いてこう追えるかなってちょっと思って、で、まあパッと見今バス見てないんだけど、見てない、うん、だから若干下のレンジかなっていうのを勝手に都合よく解釈して、うん、なるほどね。でも対岸のもうあそことかも急にブレイクだもんね、うん、ガツンブレイクなってる。こっちもこっちはちょっと緩やかな感じだけど、向こうガツンってなってる、うん、そこを投げてこのまんまカーブホールって、ああいつも言うカーブホールでブレイク沿いに落としていくわけだ。そう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 。でとりあえずそこで外したら、うん、まあ巻いてきて、まあ、じゃあそれでやってみましょうか。お互い頑張りましょう。ね、もしかしたらシャローとかにも意外と来るかもしれないけど。うん。やっぱ夏やったらやっぱ夏やけど。11月後半で水鍋で小バスか。まあ初レモン。うん。来た。お。でかい。まあまあ。まあまああるやん。まあまああるやん。ナイスナイス。まあまああるまあまあある。おーしょ。わあやばい。リア服だけ。持ってくってこい。おーナイスバース。あーだ。もう諦めかけた瞬間やったね。諦めかけたその時。今日もボツかって言ったら釣れた。カメラ回しときゃよかった。へえ、やっぱここいるんだね。食べろ。よし、食べた。でも、うん、おい、ナイスバース。三、八、六、七、三十六、七。パッチあるかもしれん。あるって、胸焼くんね。感覚おかしいって。三十って。三十はね、絶対わざと言ってるな。わざとやろ。いやいや、マジガチンコかい。ガチンコで三十って思う。絶対三六か七ある。測るか。測ろうか。もうね、宗男くんおかしいって。ああよかった。でもあ持ってんだ。持ってるよ。じゃあ俺36。宗男くん30ジャストね。30ジャスト。もうねおかしいって。もう一からね、あのやり直した方がいいと思うよ。バス釣り。おかしいもん。失礼じゃないっておかしすぎるもん。はい計測。ほら37やんけ。あれじゃねえよ。3、8ぐらいあるやん。7か8ぐらい。 7やね。あ、ギリ8行くかぐらい。行くかぐらいじゃねえよ。なんか30だ。誰がどう見ても30じゃないよ。すごくね。すごくねえよ。よし、じゃあまあナイスバスってことで。よし、イエーイ。よっしゃ、一本なった。ほんと諦めた。よう釣ったね。なんとか取れた。ちなみにさ、その狙い的なものを教えて。ずっとカーブホールさせてて。ああ、さっきも言ってたね、カーブホール。うん。で、あそこ木が。あ、ある。うん。投げます。投げます。で、またカーブホール。木とブレイクのコラボレーションだね、あそこは。そう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 。で、釣れた時は。うん。今よりもうちょっと奥です。もうあの結構木のギリギリ、うん、ギリギリにできません。で落としてて、うん、どこで食った。パラパラパラって落として1メーターぐらいかな、うん、落ちたとこでドン入った。ってことはまあ中層ぐらいにいるのか、うん、まあまあ引き続きやってみよう。まあ釣れなかったらここまでってことで。そうだね。うん、一周回ってきたからね、もう、うん、もう回るとこもこれが最後だから、まあ、釣れたらってことで、はい、ちょっともうちょっと頑張る、うん、まあ多分釣れないと思うので、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。